どうもおはようございます。速果塾六部ですえ。今回の動画はですね、FX オリガルヒの皆様と速果塾限定動画をご覧の皆様にお届けする FX のドル円相場解説になります。今月も最後になりました9月30日。時間にして5時42分ですね。普段よりもちょっと早めですけども、この時間は1時間2時間の差はあんまり影響ありませんのでね、問題なくお届けできると思います。さあ、デイリーをご覧になっていただいておりますけども、デイリーを見てね、感じることはありませんか というのが横ばいからちょっとだけ右肩上がりに変わってきたってことなんですよね。横ばいの状態からちょっとだけ右肩上がりの方に固まってきたっていうことですよね。それまではずっと一方的に上昇トレンドを作ってました。あれ曲線になっちゃったすいません。上昇トレンドを作ってましたね。こういう風に押し目を作って上昇。押し目を作ってなんか <laughs> 曲がっちゃいましたけども、こういう風うううにね。 えー、ペイントソフトでやってますんでたまにミスガンのご容赦くださいこんな感じで右肩上がりを作っておりますこれがデイリーですねそれが若干止まったんですけどもお材料の後にまた右肩上がりが始まったトレンドの方向に戻ったってことですよねでここでちょっとね確認したいのはあの方向に戻るってことなんですよその他どんな材料があっても基本的にはトレンドの方向に戻っていきます えー、やっぱり相場ってのはそういうもんなんですよね。瞬間的に何か事件があっても、やっぱりこう、それによって大きな、この相場の流れが変わることって滅多になくって、テクニカルによって方向が変わったらそれはね、変わっていくんですけども、ファンダメンタルによって方向がねじ曲げられても、結局はテクニカルに従っていくっていう、その原則を見ていけばいいんじゃないかなかと思います。4時間を見ていきます。 FX オリガルヒの皆様はもうすでに一本動画を送った後なんでそっちの方にねちょっと内容の違ったものが入ってますまあそれを参考に今後の戦略を立てていただきたいと思いますそして戦略を立てた時には個人的に思うというのではなくてテクニカルに忠実になった方がいいです個人的な判断から離れてテクニカルに忠実にですよ だからテクニカル的に判断してロスカットを食らったんだったら、それはテクニカルに忠実になったってことで、よしと思ってね、拳を握っていただきたいと思います。4時間です。4時間でなぜ右肩上がりになったかというと、この辺りでレンジができていたものが上の方に偏ってきたでしょ。これなんですよ、テクニカルの判断っていうのはね。だからこれから上昇の方に向かう可能性が高いなというふうに判断するわけです。ちなみに、為替介入があったのが、 ここだったですよねここドーンと下がりましたよねすごいですよね <laughs> はいじゃあ1時間の方行きましょうはい1時間ですけどもこう薄っぺらーく横ばいになってきましたねもうお示ししましたけども切り番で見て144-795が上手になりますえそして143-990のが仮定になります この間の間レンンジオプションでいきまましししょううという話をしましたえ。そしてですね昨日の段階ではこういうふうに上がっていくところでレンジオプションを設定したんですけども、えー、あれから丸一日経って一旦上に上がったものがレンジオプションの通りに下がっていきましたよねですんでうまくいってる人はここでエントリーしているはずですもっと言うとこの水準でエントリーしてるはずなんですよセルでねそして逆に言うとこの水準でバイに入ってると思いますレンジオプションならね で今後もこのレンジオプションでこのレンジオプションが壊れるまでやっていこうかと思います価格は2つに絞れていますいろいろ修正しながらここまでたどり着きましたけども144の795と143の990で挟まれたあレンジオプションになりますで,で付け加えるなら今日の午後からは徐々に、えー、9月30日という月末の特性が現れ始めます で明日もそうですけども、月初の特性が現れ始めますので、もう多くは言いませんけども、あしたはちょっとね、ないですけどもね、10月の3日ですか、うん、そのあたりは、月末と月初は、ちょっとだけ慎重になってください。えあの第1金曜日の、うん、雇用調整ほどは、大荒れはしませんけども、何らかが起きるかもしれないなと、ちょっと思いながらですね。 やってみてみくださいもちろん何も起きないことの方が多いんですけどもねはいそれでは本日は以上です、えー、またオーリガルヒの皆様追加させていただきますのでお楽しみに